正樹です。ということで始まりました。今日はですね、はい、盗んだ高校の話をしたいと思います。ありましたよね、どこ高校かは言いません。実際そのセカンドランナーがバッターにまっすぐだよとか変化球だよとか教えるのは勝負の世界では良くないことだなと思ったんですけど、まあ、自分も高校時代の時から考えるとめちゃめちゃやってるとこが多かったですね。自分の高校はやってなかったような気がするんですけど、まあ、でも他の高校とかめっちゃやってたんですけど、その中で抑えないといけないっていう気持ちが高校の時代はありました。なのでまあなんていうんですかね、逆に自分の意見はサインをバレるようにしてるチームがダメだな。キャッチャーのサインが多分簡単なんだろうなって俺は思うんですよね。なのでもっと難しいサインしちゃえばいいのにと思ってっていう中でいろいろ考えたんですよ。あ、だったらプロ野球の世界ってどんなサインだったっけみたいな。確かにプロ野球のサインってめちゃめちゃ難しいんですよ。キャッチャーが出すサイン、まあ、ピッチャー一人一人サイン違くて、キャッチャーは一人一人のサインを覚えないといけないのですごい大変なんですけど、まあ、自分は本当にバカだったんで本当にシンプルにめちゃめちゃ簡単なサインにしてました。だから打たれてたのかなわかんないですけど、それでその中でも難しいっていうか、名前は言わないですけどこういうサインがあったっていうのをちょっと紹介したいと思います。まず一人目なんですけど、アウトカウントの次のサインが決定のサインっていうのがあって、例えばワンアウトの時はキャッチャーがこうやっていっぱい出すじゃないですか。そしたら1の次、これがもし俺の場合フォークなんで1の次だったらフォークだよっていうサインもあったんですよね。ツーアウトだったらあの2の次、これがスライダーだったんですけど、僕は2の次スライダーとか2の次フォークとかそういうのでいろいろやってました。ある投手は難しいサインと言ったらめちゃめちゃ難しいのがあるんです。それがカウントですね。カウントがノーストライクノーボールの時はもちろん0の次、ね、でカウントが1ストライク2ボールの時は足し算をするんですよ。1ストライク2ボールの時は足して3じゃないですか。だからパッパッパッ出して3の次、2ストライク3ボールだったら足して5なので5の次だったりとか、すごいそれが効いて一番難しかったですねっていうのもいろいろありましたね。まあ、まずそんなことしてたら俺の場合はその試合中足し算もやってる暇もないんで絶対サインミスしてました俺の場合。そんな感じでサインの件についても話したんですけど、高校野球、うん、あんまり言っちゃいけないことですね、サインニュース見っていうのは。基本的にキャッチャーの人は、まあ、ピッチャーとミーティングしながら分かりにくいサインにした方がいいのかなと僕は思いました。コメント欄でサインのことを結構話してっていう人多かったんですけど、あんまり喋ることがなくなりましたじゃあそうですね、話すことなくなったんで今からクイズしましょうか、サインの。じゃあまずキーを決めます。キーは5でいきましょう。パー、キーの次が決定の球種のサインということで、まっすぐ、カーブ、スライダー、フォーク、この4つだけいきます。出すの苦手、何だったでしょう今。正解はまっすぐでした。5の次は1を出しました僕。一回ちょっと意地悪したんですよ、5、0って出して何もないじゃないですかサインが。でも5、1って出したのでこれはストレートでした。もう一回言ってみましょう、いきます。なんでしょう、正解はフォークでした。5の次、4を出しました。みんな分かったかな。ラストいきます、さあこれは何でしょう。はい、スライダーでした。僕は5の次3を出したのでスライダーです。1球でも間違うとキャッチャー取れないんですよ。キャッチャーはカーブのサイン出したのにピッチャーが間違ってストレートと思い込んで投げ込んだら多分ボーンみたいななっちゃうんですよ。
なので本当に一球一球ピッチャーを大切にサインを見てますね。まあテレビに映ったりとかして見る機会があったらぜひ見てみてください。あと僕ピッチャーだったんで打席に立つ機会がなくて、野手が覚えるエンドランとか盗塁とかライエンドヒットとかっていうサインは基本覚えなくていいって言われてたんですよね。ピッチャーは基本バントスクイーズ待て打てぐらいかな。その代わり野手は20種類ぐらいサインがあるので、もう見落としたら大変ですね。すぐ2軍に行けって言われるんで、なのですごいサイン確認は会社やってると思うんですけど、野手は大変ですね。やることがいっぱいあるんで、皆さんは多分分かんないと思うんで、その辺はあまり意識せずにそのピッチャーのバッテリー感のサインはちょっと興味を持って見てくれたら、またより一層野球が楽しくなるのかなとも思います。サインは基本毎年変わるんですよ。どこの球団もそうだと思うんですけど、まあ、それはキャンプで一番最初にコーチャー立つコーチが発表して選手に伝えますね。そこからスタートですかね。サインはピッチャーは基本誰も覚えてないです。覚える気もなかったですけど、また問題あります。もういい。じゃあそしたらジャイアンツのサインを出したら多分怒られるんで、中学校時代の時のサインのクイズをやってみましょう。僕たちの中学校はまあまあ強豪校で全国制覇もさせてもらったんですけど、じゃあその強豪校の明徳義塾中学校当時のサインを出してみたいと思います。結構難しいですよ。まず覚えることがバント、盗塁、エンドラン、これだけいきましょう。左手の2タッチ目、意味わかるですか？左手で2回目に触ったところがサイン。やってみましょう。ちなみに口が取り消し、バント、盗塁、エンドラン。でこのままはい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 ってやったら1、2なので盗塁になるんですよ。でこれにまた口の取り消しも入ってきたらまたややこしいんですよ。盗塁のサインが出てて、口こうこうこうはいだったら取り消して1、2なのでエンドランに変わるんですよ次は。なのでもうすごい難しいんで、問題いってみますか。クイズいきます。左手の2タッチ目、何でしょう？正解はエンドランでした。ここでした。分かったっすか今。右手でどんだけサイン触ってももう関係ない。でも左手が有効なんで、もう一回やってみましょう。いきます。正解はバントでした。分かったかな。ここでしたって感じで、相手には 100% これはバレなかったですね。このサインの出し方は全国制覇した時の監督が、今回春の選抜でベスト4まで行った明石商業の狭間義則監督だったんですけど、まあ、今その明石商業でどういうサイン出してるのか知らないんですけど、まあ、そんな感じでサインは出してました。すごいいい指導者で、明徳義塾中学校を4度の全国制覇に導いた監督で、時期に明石商業がいつか甲子園優勝すると思います。僕は今まで出会った指導者の中で一番指導力のあって人間性も成長させていただいた監督で、見ててください。明石商業全国制覇します。もう予言しときます。いつか絶対なります。3年以内でいつか春夏どっちか優勝するんじゃないですか、ね、こんな感じで中学校もハイクオリティなサインでいつも試合終わってるので、プロ野球見るときもサインを気にかけて見ると楽しいと思うので、皆さんもよかったら見てみてください。よユニフォームの支給は先発ピッチャー5枚、中継ぎピッチャー2枚しかもらえません。実は野球しよう。皆さん本日も、動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が、面白かったり良かったな、したら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回も頑張って動画配信しますので、皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよ、野球しようよ。